多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは。パーソナリティの田村陽太です。配信第3回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん、今日3回目なんですけれども、はい、今日のご質問はですね、はい、まあのれん分け制度、前回お話しさせてもらったんですけど、はい、のれん分け制度を導入したいって思う会社さん、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、はい、のれん分け制度を導入しやすい会社や、またその業種、はい、それはどんなものがあるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども、どんな業種があるんでしょうか。はい、はい、まあ、まずのれん分け制度を導入できる業種っていうのは、はい、まああんまり関係ないですね。だからどんな業種でも導入はできるかなと思ってまして。はい、あ、そうなんですか。うん、でまずのれん分け制度導入できるかどうかの、はい、その一つの、まあ、ポイントとしては、はいはい、まあ、まず繁盛してることが一つありますよね。なるほど。そのね、従業員さんに、はい、そのビジネスモデルを貸して経営させるわけですから、はい、これ儲かってないとそもそも相手が不幸になるじゃないですか。儲かってるってことは一つ前提。なるほど。はい、でその次に大事なことが、はい、その儲かってると、はい、でその儲かってる、はい、理由がほう明確で、はい、かつそれが、はい、まあ、従業員さんがこう実行できるようなものになってるかどうか、ほうこれ非常に大事で、ほう例えばほうその儲かってる理由が、はい、社長の半端じゃない営業力とかにあるとするじゃないですか。はいはい、でそのノウハウを従業員さんに渡すって言っても、はい、その半端ないこう寝ないで働いてるとかだとそもそもそれできないわけですよ。無限の体力みたいな。とか例えばその、ね、社長がめちゃくちゃこういい接客をして、はい、そのなんか人間味あふれる接客でお客さんがついてるとかって言われても、はい、そういう接客できる人とできない人っているわけじゃないですか。なるほど。はい、だからそういう系はのれん分けしにくいんですよ。ほうほうほう、形がないものっていうか、相手が成功できるかどうかが分かんないじゃないですか。そうですね。で一方で、はい、その成功している繁盛している要因が、はい、明確なご商売、はいはい、だ例えば集客はこういうふうにやると、はい、一定程度のお客さんが入ってくるとかですね、はいはい、あとサービスはこういう流れでこう提供していくと、はい、一定程度の満足が得られるとか、はあはあ、そういう誰でもできるような、はい、要はその、まあ、勝利の方程式みたいなものが、はい、こうまずあるかどうかでしょうね。はあはあ、そこがやっぱり大事なんですね。の電話けができるかできないかのポイントというか、やっぱりそこがないと、はい、のれん分けってこうしにくいですよね。はあ、僕そもそも聞きたいんですけど、その繁盛させる仕組みって、はい、もう経営者の方ってどの業種も迷なんか悩まれてると思うんですけど、高木さんが考えるに、その経営者が繁盛させれる仕組み作りって何が一番重要ですか。繁盛させる仕組みで重要なこと、はい、はい、もうね、いろんな業種あると思うんですけど、うん、こういう会社は繁盛してるなとか、でやっぱその繁盛させる、やっぱさっきおっしゃった方程式がしっかりしてれば、その従業員さんにもこうやっぱり独立してもらうときにもちゃんと教えるじゃないですか、うんうんうん、その方程式ってどの経営者も多分作るのに多分困ってると思うんですよ、うんうん、何が一番大事なんですか。
まあでも今の時代でいくと、はい、どんな商売でもこう競争ってあるじゃないですか。はい、はいはいはい。例えば、またじゃあ美容院の例でいくと、はい、あの唯一無二のカットができる、はい、こう美容師って、はい、いわゆるそのカリスマ美容師だけで、一時流行りましたね。うん、でそれを除けば、はい、基本的にそのカットするっていうことだけでは、はい、いや差別化ってできないわけですよ、うん、ほうほうほう。だからそれ以外でやっぱこう差別化するポイントを持ってなきゃいけないですよね。あ、はい、と言いますと、例えば病院だったら具体的にどういうところで差別化するというか、例えば、はいはい、そのお客さんが来てくださって、はい、でそのお客さんに、あ、このお店また来たいなって思ってもらえるような、はい、何かがないといけないわけですよ。そうですね。でもこうカットでは差別化しにくいわけじゃないですか。あ、例えばそのお客さんが、はい、こう帰っていった後に、はい、今日は来てくれてありがとうございましたみたいな、例えばお手紙が届いたりしたとしたら、はい、これってまあその本質的なサービスではないんですけど、はあはあ、やっぱり他者と差別化するっていう意味では一つのこう、まあ、ポイントになるというか、はい、記憶に残ったりするわけじゃないですか。そうですね。だからお客さんとの関係づくりっていう観点であれば一つありますね。はい、おお、なるほど。え、そうやっていろいろこう取り組んでいくじゃないですか。で、それ実際にその次、はい、またもう一個質問なんですけど、はい、その売り上げという結果につながるところ、つなげるためにはどれぐらいのこう努力というか、どんなところを頑張っていけば、そのいろんな取り組みが結果にやっぱつながるもんなんですか。まあ、2つの軸で取り組んでいく必要があるかなと思ってまして、はいはいはい、まずはあの基本的にその商売繁盛させるためには、はい、新規のお客さんを取って、ほうほう、そしてその新規のお客さんをリピートさせるっていうことが大切じゃないですか。はい、ああ、と言いますと、まあ、まあ私よくバケツで例えるんですけど、はい、ほうほうほう、こうバケツの中に入っている水が、はい、まあ、そのお客さんの数であり売り上げなわけですよ。はあはあ、でそのバケツの水を増やしていったら売り上げ上がるわけですよね。そうですね。で当然その中にこう水を注ぐじゃないですか、はい、これは新規のお客さんを取るための方法なわけですよね。ああ、なるほど、はい、でも大体バケツって穴開いてるわけですよでもその例えば、まあ、不満足したら、はい、お客さん来ないですし、あ、まあ、引っ越したり、はい、例えば学生が、はい、就職したりしたらこう来なくなるじゃないですか。はい、だからバケツって絶対穴が開いてるんですよね。お、でそこの穴をちゃんと塞いどかないと、はい、新規で水入れてもどん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 減ってっちゃうわけですよ。なるほど。だその新規のお客さんを取るっていうのと、はい、やっぱその取ったお客さんをリピートさせるっていうその2つの軸で取り組む必要があって、ほうほうほう、で新規のお客さんを取る方法っていろいろあるんですけど、はい、まあ、あのここで大事なことっていうのは、はい、他人の土俵に乗るんではなくて、はい、やっぱこう自分たちでコントロール可能な取り組みで売り上げを作る、ほうほうほう。例えば、はい、じゃこれ飲食店で行くと、はいはいはい、あの食べログとかにお金を払って、はいはい、載せたりするじゃないですか。あ、そうですね、はい、でそれでまあ売り上げ、ね、上がったりすると思うんですよ、はい、でこれって要は他人の土俵なわけですよね。おうおう、はい、そのサービスの仕様変更があったりしたら、はい、やっぱ売り上げ落ちたりするでしょうし、はいはいはい、まあ、もしくはそもそも、ね、そのサービスがなくなったりしたら、お、売り上げそこから取れなくなるじゃないですか。見なくなっちゃいますもんね、メニューをね。そうそうそう、はい、だけど例えば自分たちが、はい、じゃあなんかこうブログ書いて、はい、そこからその新規のお客さんを取ってるとか、おまあまあそのチラシ配りとかでもいいんでしょうけど、はい、自分たちでそのお客さんを開拓するまずツールを持ってれば、はい、コントロールできるわけですね。そうですね。だからまあそういった観点でその新規のお客さんをどう取っていくかっていうのを考えなきゃいけないと。はあ、自分たちにしかできないやっぱこうサービスっていうのは何かっていうのをもう考え続けるというか。そうですね。だから自分たちでコントロールできる方法を考えていく、はあはあ、で来てもらったら、はい、リピートしてもらうわけですよ、はい、でリピートしてもらうために大切なことっていうのは、はい、やっぱこっちから、はい、
こう情報発信できるようなやっぱ体制を作っておく、はい、まあ、リピート対策っていうと、はい、例えばさっきの飲食店で行くと、はい、お会計の時に割引券配ったり、はいはいはい、ありますね、スタンプカード配ったり、はい、してまた次使ってもらうと、はい、でそれでもいいんですけど、お、あの割引券とかスタンプカードとかって、はい、それを使うかどうか、はい、あの思い出してもらうかどうかってお客さんに委ねられるわけですよ。ああ確かにそうですね。財布の中に入れられて、はい、思い出してもらうかどうかって分かんないわけですよ。そうですね。はいはい。だから結構こうコントロールがしにくいんですよね。あ、意外にそうなんですね。うんうんうん。でその点、はい、例えば LINE に登録してもらうとか、おうおう、あのさっきお話した手紙を送るとかは。こちらの意図したタイミングでお客さんに情報を届けられる、はい、じゃないですか。そうですね。なんでそのリピートさせるっていう観点でいくと、やっぱりこちらからこう、はい、能動的に情報発信できるような、はい、何かこうツール備えておくと、はい、まあ、計画的に売り上げが作れますよね。ああ、そうですね。でその2つの軸で、はい、まあ、作っていくと、まあ、集客なんか安定していくと思いますけどね、はい。めっちゃいいこと聞きました今、ありがとうございます。はい、はい、じゃあもうね、そういう勝利の方程式というか売上の方程式がしっかりできてる会社っていうのが、うん、やっぱのれん分けにね、まあ、最適な会社だと思うんですけど、はい、また質問に戻るんですけど、まあ、そういうのれん分けをね、やっぱ従業員さんにこうやっぱりその勝利の方程式っていうのはこう受け継いでいくじゃないですか。はい、そこでのポイントって何かあるんですか、その先のポイントっていうか。うん、やっぱりそれを、はい、紙とか、はいはい、まあ、明確に見えるものに落とし込むっていうことでしょうね。ほう、と言いますと、まあ、私もこういう仕事してるんで、はい、こうフランチャイズ展開するときとか、はい、のれん分けシステムするときに、はい、なんでこう繁盛してるんですかって聞くんですよ。おうおうおう。でそうすると、はい、こう経営者によって帰ってくる、その帰ってき方がかなり差があるなと思ってて。あ、そうなんですか。すごい具体的に、はい、それが説明できる経営者もいるんですけど、はい、すごいそれがふやふやっとしてる経営者もいらっしゃるんですよ。はい、でふやふやっとしてる経営者の方は、はい、じゃあその経営者以外の他の従業員さんとかに聞いたりすると、はい、また違った答えが返ってきたりするんですよね。なるほど。でそれは基本的にこう統一できてないわけですよ。ああ、そうですね。だからそれではやっぱりダメで、はい、うちがこう勝ってるのはこういうことなんだっていうことを、はい、やっぱこう明確にしなきゃいけなくて、ああ、ああ、でそのためにはやっぱその紙とかに落とし込んでいく、はい、でそういうものじゃないと、はい、あの基本的に、はい、紙に落とせないものって、はい、整理できてないものですから。深っ。だからまずは、はい、その一回紙に書き出してみて、はい、その勝つためのポイントっていうのを明らかにしていく。あ、まあ、それがスタートですね。じゃあよく経営者の方が今こう成功した秘訣なんですかって言われて、いや、やっぱり時とその時のご縁かなみたいな、そういう漠然としたのが紙に落とせないですもんね。いや、そのままだとのれん分けはしにくいですよね。ああ、なるほど。そこ紙に落とすってやっぱ大事なんですね。大事ですよね。ああ、そう、書き出すところ時にやっぱ難しいと思うんですよ、やっぱり。いや、なんかやっぱなんとなくは分かるんだけど、こう具体的に書くところって難しいと思うんですけど、どういうところを意識していったらいいですか、うん、そのポイント、うちの勝利の方程式は何だっていうのを紙に落とすときって何をこう振り返っていったらいいんですか。ああ、でもね、これは、はい、あの慣れてないと、はい、やっぱり難しいんですけど、はあはあ、よくないのはあんまりこう、はい、難しく考えすぎて、はい、こう紙に書かないこと。おう、でそれじゃダメで、おう、とにかくなんで勝ってんだろうなって考えてもらったら、はい、思いついたものをまずとにかく適当に書き出す。はあはあ、で適当に書き出していってみて、はい、もう書けないってぐらいまで書くわけですよ。おう、でそしたら、はい、まあ、同じようなこと書いてあったり、はい、するじゃないですか。あ、そうですね、似たようなこと書いてあったり、はい、でそういうのをちゃんとこう整理していくわけですよね。ほうほう、まあ、グルーピングしていって、はい、でその作業をしてると、はい、不思議なもんでちゃんと、ね、はい、整理されていくんですよ。ほう、これ一番ダメなのが頭の中で考えてること。あ、はいはい、頭の中でぐるぐる回って、はい、
おしまいですから。あこれね、騙されたと思って、はい、書いてグルーピング、はい、でまた思いついたら書いてそれをグルーピングって、はい、これを繰り返すだけで、はい、まあ、ほとんど整理できると思いますけどね。そう、整理されるってどんな感覚に整理されるんですか。あこれは綺麗に収まったって、うちのポイントはこれだっていうのが分かるんですか。やっぱり、はい、そういったその書き出してグルーピングってやっていくと、はい、何個かに絞られていくわけですよ。ほうほうほう。いろんな要素があるんですけど、似たようなものを一つのグループにまとめていくと、はい、結局残るのっていくつかになっていくんですよね。はあ、いくつかのグループになってくる、はい、でそこまでいったら、まあ、もうほとんど整理できてるわけですよね。でその中にあるものから、はい、いやうちが成功するためにこう何を守らなければいけないのか、はい、どうすべきなのかっていうところが、はい、やっぱこうシンプルな文章になってこう整理できてくる。はあ、それがやっぱそののれん分けする従業員さんにとっても、あこういうところが会社のポイントだから、それがやっぱりあののれん分けする際にもやっぱ重要になってくると。そうですよね。だそういうのがないと、はい、結局もう成功できるかどうかって従業員さん次第になっちゃうじゃないですか。いやそうですね、怖いですよね、独立してね。そうそう、はい、だ従業員さんから見たら、はい、これを頑張ればいいんだっていう状態だったら、はい、まあまあ、あの分かりやすいですよね。そうですね。なんでそういった状態までやっぱりしていかないと、はい、のれん分けってやっぱできないんですけど、はいはい、逆に言うとそれができてれば、はい、基本的にはのれん分けできると。はあ、なるほど、はい、ありがとうございます。今日はのれん分けをしやすい業種や会社ってことでお聞きして、すごいいいポイントを教えてもらいました。ありがとうございます。さ最後に一言何かありますでしょうか。付け加えは大丈夫ですか。まあ、あのもっとね、はい、のれん分け制度を導入しやすい会社とか業種のポイントって、はい、まあまあたくさんあるので、はい、またこれはじゃあおいおい、はい、お話をさせていただきます。わかりました、ありがとうございます。それでは高木さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。